ビ。今年もたくさんのお客様でにぎわいますように。にぎわうというと、もちろん春の骨董市。今日の探しテレビは第26回佐賀城下春の骨董市の話題です。ご案内は佐賀城下ひな祭り街中にぎわいづくり実行委員会の末次さんと小野さんです。お願いいたします。お願いします。恒例の骨董市スタート。そこでお二人に質問です。巷で耳にするアンティークって何でしょうか。いい質問です。小野がお答えします。アンティークとはフランス語の骨董品という意味。諸説ありますが、その骨董品というのは100年を経過した工芸品、工芸品、美術品とされています。そうなんですね。その和洋骨董およそ50店舗が軒を連ねるのが春の骨董市。骨董品をアンティークっていうとさらにおしゃれ。この時期の佐賀市はひな祭りでにぎわってますよ。そうそう、特に土日祝日はひな祭り周遊バスも運行されていて、ここ骨董市の会場近くまで乗ってこられますよ。骨董市の会場はこちらの松原神社境内です。近くのいろんなポイントでもイベントがあるようですね。はい、八五郎広場では石津高校服飾デザイン科のファッションショーが、またユッツラート館では有田焼の絵付け体験ができます。第26回佐賀城下春の骨董市は3月4日から6日まで、場所は佐賀市松原神社境内です。お問い合わせは 0952-22-7340 まで。さあ、50店舗の中から私も自分好みのアンティークなものを見つけるぞ。ヴィンテージものもあるかも。え、ヴィンテージ